これを見ればほぼほぼわかるような内容になってます。はい、口の中こんな感じです。電気代が高いんですよね。でもこれは電気代がめちゃ安いんで。せーの、おーよっちゃん。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、この子の飼い方の紹介ですね。日本ヤモリさんの飼い方です。この子はですね、お客さんが捕まえてきて、なんかもういらないとか言ってくれたやつですね。はい、ということでね、今から説明していきたいと思います。またね、ノートにまとめたんで説明していきます。まず日本ヤモリの飼い方ですね。爬虫綱有鱗目ヤモリ科ヤモリ属、要はヤモリでございます。で、この動画なんですけど、一応初心者さん向きに作ってます。視聴者さんの調べる時間を減らす動画を作るのが目的なので、これを見ればほぼほぼわかるような内容になってます。なのでよかったら最後までね、ご覧ください。はい、で、日本に生息している子供が捕まえてきそうなトカゲとかヤモリはこちらですね。日本トカゲ、日本カナヘビ、日本ヤモリ、その3つは全てカベチョロとかいう風にね言ったりしてました。でも一応特徴があって、日本トカゲは体がツルツルしてる、でカナヘビはカサカサ、日本ヤモリはしっとりしてる感じで違いがあるんですよね。で、見た目の特徴として首がない、カナヘビは尻尾が長い、で日本ヤモリは壁にくっつける、この後で紹介するんですけど、鹿白板っていう壁に張り付くことができるんですよね。はい、そういうのがついてます。上の2つはトカゲなんですよね。日本ヤモリはヤモリですね。まあ、壁チョロって呼ばれてる3つの種類は本当はちょっと違いがねありますっていうことです。で、次ですね、トカゲとヤモリの大きな違いで、まず1つはまぶたがあるか。トカゲはまぶたがあるんですけど、ヤモリはまぶたがないんですよね。後でお見せしますけど。で、ヤモリの特徴、鹿白板があるか。この鹿白板っていうのがすごいね面白くて、ヤモリさんってだいたい壁にくっついてるんですよね。どうしてくっついてるかっていうことなんですけど、はい、ここですね、1ナノメートルの毛を使って張り付いてるんですよね。ちょっと見せてもらいましょう。この子ね、すごいでかいんですよね。この子めっちゃでかいです。じゃあ鹿白板を見せてもらいましょう。はい、はい、いつものように口開けます。あの、日本ヤモリって臆病なんですよね。なのでこういうふうにね、口を開けます。口の中見せてもらいましょうか。はい、口の中こんな感じですねえ、うわー、カメラ目線。はい、ねえ、ごめんなさいね。はい、じゃあ鹿白板見せてください。これです、これです。これがね、鹿白板でございます。なんかあのクイックルワイパーみたいになってますけどねはい、これは毛なんですよね。細かい毛がついてます。それを使って壁に張り付くんですよね。すごいです、これ。で、ちなみに爪があるんですけど、あの1本だけはね、爪がついてないんですよね。ここの1本には爪がないんですよね。こっちもね、ここだけは爪がないんですよね。はい、まぶたがないですね。はい、ヤモリさんはまぶたがないです。で、この体色なんですけど、
この体色も今黒ですけど白っぽくなったりします。夜とか白いですけどね、今はこうやって黒です、はい、ね、この1ナノメートルっていうのはどのぐらいかっていうと10億分の1メートル、それが1ナノメートルらしいです。でその10億分の1ってどのぐらいかっていうのがちょっとイメージできないと思うんですけど、1メートルを地球の直径としたら1ナノメートルは1円玉の半分ですね。これが10億分の1です。どんだけね細かいんですかっていう感じですよね。これがね1ナノメートルの毛です。すごいですよね。はい、ということでこのどうして歯科白板を使って壁に貼り付けるかっていう、まあ理由はファンデルワールス力、ファンデルワールス力っていうので検索してもらえれば理由はわかります。なんかその細かい毛が壁につくと引き付け合う力が発生するみたいですね。それのことについて詳しく書いてます。はい、で生息地ですね、北海道以外にはいるみたいです。で行動範囲は狭いので住み着いたらなかなか離れないみたいですね。はい、で大きさは約10センチ。この子はねだいぶ大きいんですけどね、10センチ以上ありそうな感じです。で寿命は10年ですね。で性格は臆病です。すぐね逃げます。で夜行性で脱皮もします。脱皮は2週間に1回みたいですね。まあ赤ちゃんだったらもっと早いと思うんですけど。で捕獲する方法、まあ6月から8月ぐらいに活発になるんで、その時に夜間の街灯や自動販売機ですね、そういうとこを見ると大体いますね。はい、自動販売機とかも絶対いますよね。で捕まえ方は素早く胴体を押さえつける、尻尾を持つと自切しちゃうんで捕まえられないんですよね。なので必ず胴体をね捕まえるようにしてください。はい、次ですね、捕まえた後に用意するもの、まずケージの大きさと幅が30、奥行き30、高さ45、それぐらいがいいと思います。でなるべく高さのある形状を選んでください。木に登ったりするのが好きなんでね、立体運動ができるような飼育環境にねした方がいいと思います。はい、でシェルターですね、ウェットシェルター、流木など隠れれる場所と登ったりするところ、それがね必要だと思います。これですね、これです。うちのお店では、500円で売ってますけど、S サイズでいいと思います。この中に水を入れると湿度が保たれて、なおかつシェルターにもなる。で水を入れなかったらドライシェルターとしても使えるんで、これ最強ですね。やっぱこれ次ですね、床材、床材は保湿性の高いもの、湿度はおそらくちょっと高い方が好きだと思うので、ちょっと保湿性の高いものを使った方がいいと思います。ここにも書いてますけど、1日1回の霧吹きですね、霧吹きとかケージの一部とかに霧吹きしてあげる、そんな感じでいいと思います。保温する時もそうなんですけど、全体をやっちゃうとちょっと逃げ場がなくなって過ごしにくいんですよね。なので必ず一部にするようにした方がいいと思います。霧吹きも保温も一部してあげる。そしてヤモリさんが好きなところに自分で勝手に行くっていう感じですね。それが過ごしやすい環境だと思います。で餌ですね、3日に1回、これ大人なんですけど、でミルワームとリビアとレオパゲル食べましたね。この子はレオパゲルは自分から食べるっていうより、なんか口に入れたら食べたって感じですね。吐き出すこともなかったんで、まあ嫌いじゃないのかなって感じですね。これがねレオパゲルでございます。あげてみたいと思います。でここに入れてみたら
た？いる？はい、こんな感じで。じゃあ、デュウヤさんをね、あげてみたいと思います。あ、食べましたね。食べた？美味しかった？美味しかった？一口ついたよ。はい、じゃあね、ディビアさんを食べさせてみたいと思います。で、次ですね。冬になったら保温器具が必要です。で、パネルヒーター、こういうあのケージの下に引くやつ、こういうやつがあるんでね、1500円ぐらいで売ってます。で、これを引いてあげる。次が暖凸ですね。あのパネルヒーターだけじゃ温度が上がらないとき、この飼育温度は18から26度なんですけど、やっぱり真冬とかはこれ以下になったりするんで、そういう場合はパネルヒーターだけじゃなくて暖凸、はい、こちらでございます。暖凸、保温器とかでもいいと思うんですけど、電気代が高いんですよね。でもこれは電気代がめちゃ安いんで、皆さんね、これを使ってます。その2つを駆使して、まあ年中18から26度に保ってあげるって感じですね。でもおっさんのおすすめは、もう冬になったら捕まえてきたところに返してあげるのが一番いいと思います。もともと冬眠してた人たちを冬眠させなくするっていうのは、あまり人間のエゴなので僕はおすすめしないですね。はい、で最後にヤモリは家の害虫かっこシロアリクモゴキブリを食べてくれる家の守り神と言われてます。なので縁起がいい生き物です。ハンドリングはできないんですけど、すごいね、可愛いですよ。よく見るとこんな感じでね、この目がかっこいいですよね。ちょっとね、体の色はね、ちょっとね、壁の色ですよね壁みたいな色してます。はい、いかがでしたでしょうか。日本ヤモリさんの飼い方をね、説明しましたけど、あの動きも早いんで、それでね、気持ち悪って思って嫌な人いると思うんですけど、家のシロアリとかクモとか害虫をね、食べてくれるんで、可愛がってあげてくださいということでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。